電話かけてきた。大丈夫です。出た方が面白くない？くるくるちょもちょも、くるちょもちょも、今日はいい日だね。さなちゃん、見てる？くるぶしです。ちょらてるスピーッ OK。 なんか今日顔だけが浮いてるように見えますよ。どうかしてるぜ。どうかしてるぜ。どうかしてるぜ。ほんま、なんで素人生きてくんねん、アホや。今日は何やるんですか？今日は、うん、ほんまちょっと、なんで今までやらんかったんやっていう。ほう。何を差し置いてでもまずやっとかなんか、もうこれにつきます。あれでしょ、スクランブル交差点でベッドで寝る。詳しくはこちらなんですけど。一緒に捕まろうか。捕まるときは一緒に。今日はちょっと二人ですね、ガチンコでこれをやっていきたいと思います。何でしょう？ジェンガの偽物、ウッピー。待って、なんすかこれ。まあ、とりあえず、うん、全力でフルテンションで、うん、くるちゃんと今からウッピーやってみようと思います。フェーイ。トラデスティーということで、本日は11月4日、なんと明日11月5日は相方くるちゃんの誕生日でございます。ということでですね、今日は全然撮影の予定ではなかったんですけれども、急遽無理くり、まだ何の段取りもしてないのに、撮影しようぜと、連絡をして、これから、くるちゃん家に向かいます。ということでですね、めっちゃほんまにしょうもない企画をですね提案して、そこからの、ハッピーバースデーサプライズ仕掛けていきたいと思います。喜んでくれるでしょうか。ということで行ってきます。何気にジェンガってなかなかやらないよね。やらへん。やらないよね。全然やらへんな。ねえ。じゃあちょっと、これね、この子。あ、こうやって出すもんなんだ。うわ、すげえ。うわ、すげえ、綺麗。こういうことか。はぁ。こういうことか。これ倒したら負けだっけ？倒したら負け。あ、倒したら、チンゲ全剃りとか、そういう感じ。じゃあ、倒した方がパイパンで。パイパンで。俺、やるからね、ほんとに。パイパン俺もやってもいいかな、別に。あ、マジで？うん。そう、証拠見せられへんよな。え、見せろよ。あの、クルチョンミーティングで。またやんないといけない。クルチョンミーティングでパイパン見せる。やばい。ほんで、うん、面白くするルールみたいな感じを書いてて、お、片手のみ。はぁ。抜き取るときは片手しか使ってはいけない。で、時間制限。抜いて積むまで制限時間何秒。おうおう。で、ワンタッチ。一度触ったらそのウッピしか抜いてはいけない。片手のみとワンタッチだけ採用できますか？おうおう、いや、OK です。最初はグー。じゃんけん、ぽい。じゃあ、チョモられてから行かせていただきます。怖っ。ワンタッチ。こういうベタなとこからですね、まず。ああ、いいっすね。ふぅふぅ怖え。じゃあ行きます。ちょっと、あっ。これは俺ちょっと変化球で来たんだけど、うん、頑張りましょう。ワンタッチ、ちょっとこれあかんで。ワンタッチ行きましょう。待って、これ無理かな。頑張ろう、ワンタッチ頑張っていこう。あ、怖っ。待って、企画自体これ大丈夫かな。大丈夫、大丈夫。これ抜けたらすげえな。これ抜けたらすごいで。あ、いけんじゃん。あ、すげえ。俺絶対終わったと思った。えらいことなってるで、これ。
2手目で。いや俺絶対落ちと思った。俺ももう無理やと思った。いけるんやな。いけるいける、攻めるね。いやあ、申し訳ございません。立ってもいいんだよね。立ってもいいよね。おっしゃい。やべえ、パイパンが近いぜ。で、端あんま行かないもんなのかな、このゲームって。いや、いるんじゃね。あ、そう。いけそうなとこは。攻めるなぁ。うっぴぃ。上のウッピーがついてくるね。ついてくる。カロリーメイト食いたくなってくる。ちょっと待って、笑おー、すげーな、うめーな。うまくはないと思うよ、俺。ちょっと待って、なんかよくジェンガのうまさはあのセックスのうまさだってよく聞きますけどね。回るんですけど。これ来たんじゃない、これ。ワンタッチあかんな。ワンタッチルール。ワンタッチあかんねん。全世界の皆さん、長馬のパイパンが近いですよ、これ。おいいね。うわっ、大丈夫。これはくぬいたやつじゃない。いや、まだわかんないよ、本当に。くるちゃん。Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Kuru-chan. Happy birthday to you. おめでとう。なんすか。こんな将来企画どうでもええねん。マジ？おめでとう、おめでとう。しおちゃん大事してくれ。よっしゃー。さあ、ということですね。明日11月5日は、くるちゃんの誕生日ということですね。マジで？はい。俺、蝶に何も帽子もあげれてないのに。これね、させていただきましたけれども。俺もうさ、この、パッケージで分かったわ、ありがとうございます。とりあえずですね、はい、今日の動画はここまでなんですけども、次の動画ですね、これの開封と、うわマジでデビュー動画をやりたいと思いますので、引き続きお楽しみください。というわけでチャンネル登録よろしくね。バイバーイ。どういう気持ちでいたらいいの。